2023年、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。ジャニーズ部門の第3位は、こちら。初公開日、2023年10月22日。大河ドラマ、どうする家康で主人公徳川家康を演じる、嵐、松本潤、40、が、出演が内定していたジャニーズ事務所の後輩、スノーマンの宮舘、良太、30、のキャスティングに難色を示し、実際に宮舘の起用が見送られていた疑いがあることが、週刊文春の取材で分かった。松本の横暴な振る舞いは事務所内にも波紋を広げる。従来の家康像とは打って変わり、か弱きプリンスが悩みながら戦国乱世を生き抜く姿を描く、どうする家康。ドラマは現在、佳境に突入し、天下分け目の決戦、関ヶ原の戦いが近づいている。そうした中、週刊文春、10月12日発売号で報じたのは、自身が格好よく映るように脚本や演出を改悪したり、助監督らを、殺すぞ、外すぞと統括するなど、松本が撮影現場で起こした問題の数々だった。だが、松本の横暴な振る舞いは事務所内にも波紋を広げているという。キャスティングにも大きな影響力を持っていた、ジャニーズ事務所関係者が明かす。キャスティングにも大きな影響力を持っていました。中には、松本さんが気に入らないから、出演が見送られた役者もいます。その一人が、スノーマンの宮舘良太だ。貴族っぽい佇まいで、ファンに、舘様、伊達様と呼ばれている。中学1年生で入所し、26、歳でデビューした苦労人。滝沢秀明の愛弟子の一人として、滝沢歌舞伎で芝居の経験を積んできた。今年の新春歌舞伎では市川團十郎と共演。華麗な盾を披露し、歌舞伎ファンからの評判も良かった。同然、緊張した様子で松本の撮影を見学していた、宮舘の将来の夢は、大河に出ること。その実現は、あと一歩のところまで近づいていた。内定していたのは、秀吉から才能を認められ、後に家康側に従軍する武将の一人という重要な役どころ。昨年6月某日に行われていた、どうする家康の撮影でも、緊張した様子で松本の撮影を見学していたという。事務所スタッフは多忙な宮舘のスケジュールを調整し、万全の体制で衣装合わせに備えていた。ところが、まだ大河に出る器じゃない。松本はそう切り捨てたという。結局、宮舘の出演は見送られ、別の俳優が起用されたのだった。宮舘の出自はタッキー派。ジャニーズタレントのキャスティングの最終決定権者は基本的にジェリー氏です。ただ、松本クラスのトップスターになると、彼の意向が尊重される。宮舘の出自は、ジュリー氏と対立関係にあったタッキー派。ジュリー氏は宮舘とほとんど接点がないこともあって、松本に反論するほどの思い入れがないのです。前室事務所関係者。NHK に事実確認を求めたところ、以下のように回答した。番組制作の詳しい過程についてはお答えしておりませんが、出演者とスタッフが良きパートナーとして議論を重ね、多くの方に楽しんでいただける作品になるよう取り組んでおり、ご指摘のような事実はありません。ジャニーズ事務所に事実確認をすると、ジャニーズ事務所にも事実確認を求めたところ、以下のように回答した。いただいた脚本、ご提案いただいた演出プランについては、作品をより一層高みに持っていくために、共演者、各セクションのスタッフの皆様と丁寧に対話を重ねながら演技に取り組んでおりますが、最終的な脚本、演出の方向性のすべての決定は制作統括にお任せしております。現在配信中の週刊文春、電子版では、松本の宮舘拒否に対する藤島ジュリー景子社長、当時の反応のほか、プロデューサー視点の松本の発言が物議を醸す様子など、第1弾の記事では描ききれなかった真相を称報している。